ブルックリン・インビテーショナル・ステークスは、アメリカ合衆国ニューヨーク州のベルモント・パーク競馬場で開催されているサラブレット・ヘイチ競馬の競争である。かつてのニューヨーク・ハンデ・キャップ参観の第2戦にあたる。1887年にグレーブ・センド・競馬場で創設されたで競争で、現在ではベルモント・パーク競馬場で開催されている。競争名は、 ニューヨーク市の特別クブルックリンクに由来している。メトロポリタンハンディキャップサワーバンハンディキャップとともに、ニューヨークハンディキャップ三冠を形成する競争で、同競争は、その第2戦にあたる。かつては、最終戦であった時期もあり、その当時には、トム・フール・ケルソフィット・トゥ・ファイトの3頭が参観を、達成している。 グレード制においても導入当時には最高格の G1 競争として設定されていた。しかし、1993年に G2 へと降格されており、また、賞金額も1993年以降はたびたび減額される傾向にある。創設当初から長い間5月末の開催であったが、2006年にブリーダーズカップとの連携をとって開催時期を9月に移動させた。 その後2008年に時期を再び改め、現在は6月1週のベルモントステークス開催日に施行されるようになっている。すべてダートコースを使用。2014年レース結果から、レイシンポスト2014年6月30日閲覧。ありがとうございます。